フィラレートは、ロシア正教会の神学者であり、不主教、詩人。1821年から1867年までの長きにわたって、モスクワ不主教委にあった。正教会において聖人であり、記憶日は11月19日である。父親が、タスクサイである家庭に生まれた。俗名は、バシーリー・ミハイロビチ・ドロズドフ。 モスクワイタリ生産者神学校を1803年に卒業するとギリシャ語、ヘブライ語の教授に就任。その後レトリック、弁論術の教授も務めた。イタリ生産者聖セ,セルギー大修道院では施策についても講じた。1808年に修道士となりフィラレートの修道名を受ける。1808年に修道を助く際、1809年には 修道司祭に、される。1811年、手の平院に少女。1812年には、サンクトペテルブルク神学大学の教授となる。1817年に主教に、信清。きよし。1821年には、モスクワ大主教となり。1826年には、モスクワ府主教となる。以降、英民までその任にあった。在任中、アラスカのインノケのティが、 アレウトコは翻訳書を出版するのを支援している。創世記の仲介や、カテキズム、教会史、教会法に関わるものなど200を超える著作がある。また、ロシア語訳、シノド聖書の翻訳に関わり、彼の在位中に出版された。それまでは、ロシア聖教会には、教会スラブ語訳聖書があるのみだった。優れた、説教家とも評される。彼によるカテキズムは、 聖教訓網として1886年10月に三井西面により日本語訳されている。その後このカテキズムは1906年に鹿島武氏によって再度翻訳され、通俗聖教教お話として出版された。試作にも才能を発揮し、アレクサンドルプーシキンとの対話形式の作品が知られている。ありがとうございます。